無双磁気伝影針流。無双磁気伝影針流とは、江戸時代に、長谷川栄真が開いた武術の流派である。土佐及び信州で継承された。長谷川栄真流とも言われる。土佐長谷川流、長谷川栄真流、無双磁気伝流、無双神伝流等様々な流派名が名乗られていた。しかし近年、信州で見つかった、栄真の弟子であった、荒井清明が1668年発行した伝書に、無双磁気伝影針流の名が見られることから、すでに古くからこの流名であったことが確認されている。いくつもの分派があったと思われるが、明治以降残った2派を、大江聖路の門人たちは谷村派、下村派と呼んだ。谷村派は、無双磁気伝影針流を、下村派は、無双神伝影針流を称している。現在では、土佐に伝わったもののみ残っており、別名土佐居合と呼ばれている。居合のみの流派と思われがちだがこれは、現在の居合の系統が広まったことによるものである。江戸時代、初代栄真から2代、荒井清明の頃には、話術、捕手術、小具足、組打ちなどを表芸とし、剣術、小太刀術、棒術、さらには、槍術や、薙刀術も伝える総合武術として、数多くの弟子に教伝されていた。その後、三代林六代武主制によって、土佐に伝えられた系統からは、居合が中心となっていった。さらに長谷川栄真は、修行時代に、それらを使った合戦術も学び、これに付随し馬術や、弓術の存在も指摘されているがこれは一説の域を出ず定かではない。戦前まで、二代、荒井清明によって、信州に伝えられた系統では、無双磁気伝、影針流話術を中心に棒術、居合、補助の技法が色濃く伝わっていたと思われる。現代では、同流以下の無双神伝流と並び、現代巨合同会の流派の一つである。土佐に伝わった系統では、居合の祖とされる、林崎仁助、重信を初代としているが、これはあくまで居合の祖という意味で第7代の長谷川栄真を流祖と呼ぶ。流の開祖は長谷川栄真である。ただし、無双磁気伝流の居合に関しては、信州の文書には、土佐と異なる伝承が書かれている。長谷川栄真は、居合以外にも、槍術や柔術など、各種の武術に優れており、いくつかの流派の流祖とされる。栄真は、尾張徳川家に、戦国で仕えていたと言われる。栄真は、立ちのごとく、下から抜き上げる抜き付け技法であった居合を、刃を上にして抜き付ける内刀を使うに向いた技法に、改めたと伝えられる。ただしこの説は、唐から近代になってからの伝承と考えられている。また、南山大学教授の榎本兼氏は、信州の無双磁気伝流の資料を調査し、信州の居合根源の巻に、居合のつて系が記載されていないことから、居合のつて系、林崎仁助、長谷川栄真に至る系図は、土佐おいて、和根源の巻、無双磁気伝流の柔術の伝承を参考に、作成されたという説を唱えている。信州の無双磁気伝流師範下に伝わった文献によると、長谷川栄真の弟子である話術の達人、荒井、小菅清明が、日立国民野望より、林崎仁助系の居合を学び、晩年には居合を教授するようになった、とあり、信州では、無双磁気伝流の体系に、林崎系の居合を付け加えた、荒井清明である、記されている事実を発表している。このため、土佐に伝わった系統が、居合中心になっていったのではないかと考えられている。北進を中心に、反平反応の身分の足軽の間に広く伝わった。文献や状況から、明治から昭和戦前あたりまでで継承者は大出伝したと思われる。比較的多くの文献が残っており、南山大学の榎本兼氏教授によって、研究論文が発表されている。なお、現在いくつかの団体で残った資料から、復元活動が行われている。埼玉県で、師範家の子孫により復元が行われており、日本古武道協会に、長谷川流話術として参加している。また、古武道研究家の平上信行、千葉県の居合団体、英明会なども復元活動を行っている。林崎系居合8代の荒井、小菅清明の弟子である林六太夫主生が土佐藩士であったことにより、土佐に伝わった。林六太夫は、荒井清明より、林崎系居合第9代を継ぐとともに、以前より学んでいた正座での居合が、中心の大森流居合を、無双直伝永進流居合術の体系に、併伝した。こうして、土佐では、話術中心に伝承された信州と違い、居合中心に伝承されることとなり、大森流以外にも立ちだこれくらい、詰め合わせこれくらいや奥居合、抜刀心持ちのことなどを含む、信州に伝わっていた旧の腰が土佐に伝わって体系化されたものだと思われる。第12代より2派に分かれ、林益の進清誠の系統を谷村派、松吉定介久成の系統を下村派と後に呼ばれた。ただし実際には、明治以前は、この2派以外に多くの師範や免許者はいたため、谷村派、下村派の区分は、明治前後にできた区分と思われる。下村派は伝統的に無双神伝永進流という流儀名を名乗っている。以下、題名は林崎仁助を始祖として数える。山内陽道及び板垣退助がこれらを習得したことが知られる。板垣退助の最初の妻は林益の進清盛の妹であるが、林清盛も無双直伝永進流の達人。この項では主に大江正路の系統、谷村派に関しているため、特記ない限り谷村派に準じて記載する。下村派に関しては、無双神伝永進流に記載している。近代に至り、大江正路は、下村派14代、下村茂一より下村派の居合を学んだ後、16代、後藤正祐に師事し、第17代を継承した。しかし、居合術以外の多くの部分、剣術、馬術、棒術を大江が伝えなかったことから、谷村派では、無双直伝永進流の多くの部分が出現したと言われる。ただし、居合術以外の部分は、同時代の他師範も学んでいなかったと思われる。一方の下村派においても、伝書の存在こそあれど、やはり居合術以外の技は、幕末の頃にはすでに出現している。大江正路は、永進流の技を整理して、大森流を正座の部、長谷川永進流を立膝の部として統合し、現在行われている内容に制定した。大江正路の門人に、森茂樹、保山奈美夫、正岡一稔、鈴江義重、中西岩樹、山内豊武、幸田森夫、山本清介、福井春正らがいる。第20代の河野百練は、昭和29年、1954年に、全日本挙合同連盟を結成した。ついで昭和31年、1956年、全日本剣道連盟に合同部が発足したため、大江の皇帝であった正岡一稔、山本清介とその弟子たちは、全日本挙合同連盟を抜け、こちらに加盟した。河野百練の死後、全日本挙合同連盟で、第21代宗家の継承争いが起き、幾多の分派を生んだ。平成の現在は、全日本挙合同連盟、全日本剣道連盟挙合同部のほか、全日本挙合同連盟から派生した、大日本挙合同連盟と、日本挙合同連盟、平成22年、2010年に、正統清流無双直伝永進流、挙合同国際連盟が独立、発足した。現代武道の矢井道と、並行して広く普及しているが、それぞれに交流がほとんどなく、時を経るにつれ行の解釈に少なからず相違を生み、さらに交流を妨げている傾向がある。また、組織に属さず独自に活動する人物も多い。現代武道では、組織に属さない居合道、永進流修行者を異質とみて、その技術を低く評価する傾向にある。それを、大企業病と同じように大きな組織の永進流の技を懐疑的に見る修行者も多い。現在は、宗家が複数存在し、全日本挙合同連盟、無双直伝永進流正統会が定めた宗家は、下に記す通りである。全日本挙合同連盟は、永進流のみならず、無礙流、神伝流、民谷流、神道無念流などの流派も加盟しており、永進流の専門団体ではない。慣例的に、無双直伝永進流正統会の宗家が、全日本挙合同連盟の会長職に就くことが多い。伝承巻物、総伝統を伝承している者が正統宗家であり他の自称宗家とは区別されたい。始祖、林崎仁助重信。二代、田宮平兵衛成政。三代、長野村久入道。四代、都都郡兵衛光重。五代、有川清左衛門の、そう続く。六代、万の段右衛門信貞。七代、長谷川力助栄信。八代、荒井勢、明清信。信州へも分派する。九代林六代部主制、土佐国へ伝わる。十代林安代部。11代大黒元右衛門の正称。12代、林益の進正制。13代四代一万蔵、高志勝。14代、林渡代部慶勝。15代、谷村亀之助自由、板垣大助祖母の弟。16代、後藤正助。17代、大江清路。18代、保山奈美夫。19代、福井春正。20代、河野実百連、大阪全日本挙合同連盟創設。21代、福井虎雄青山、岐阜。22代、池田流星昇、大阪。23代、福井正人、岐阜。現在栄新流として行われている形を以下に示す。前。横雲、霞。行連。側漏、横雲、上記は、大江地震によって組み立てられた早抜きであるが、系統によって順序や行う形が違う場合が多い。最も多く見られるのは、福井虎雄草案による片手巻こうが最後となる行い方で、他にも単純に縦膝の部を連続で行うものなど様々である。道場によっては早抜きを継承していない場合もある。早抜きは古伝ではないため下村派には存在しないが、大江系の八重を学び早抜きを取り入れている、下村派系統もある。組立ち出会い、八章。古伝。現在では、一部の系統を除いて、詰め合わせ、大小詰めの形は継承されていないことが多い。体験通り、小太刀の技は幕末に出伝したと言われていたが、少なくとも15代。16代までは、教伝されており、棒術も稽古されていたようである。17代、大江清路よりこれらの奥伝を受け継ぐことができなかったと考えられるが、継承しながらも伝えなかったとも言われる。これらは、剣術の組み立ちであったと思われ、さらに古伝においては、以下の項目録も存在していた。大江清路の門下のいくつかの系統、山本清介、正岡一実、三谷義里等の師範の系統では、土佐に残った多くの伝書の研究、大江の兄弟弟子である16代の門弟や、下村派の師範などから学び、組立ちの、格、形を受け継いだ、あるいは復元した系統もある。下村派には、大小、立詰までは現存している。戦後においては20代、河野百連が、かつての大江門弟たちと、同様、こうした、大小、立詰や体験取りの研究を行った。また、現行での独演の号にも多数の改行が存在しており、たった一本の号であってもいくつもの異なる想定で号が行われていた。現在、これらは山内派としてまとめられ、修伝されている。他にも、棒術を学ぶにあたり、一人で行う形も存在していた。本来は、無双直伝流はといい、流祖が鬼隊の達人であったことから、無双直伝栄新流派と呼ばれることになった。土佐では、夏原流とも名乗られるようになった。また信州では和に分類されている、大小、立詰、体験、取り、根間の大事は刃に含まれている。他流と同じく、隠し武器や旅行、戦場、死者となる場合等、様々な心得や理が伝えられていた。他流と同じく、隠し武器や旅行、戦場、死者となる場合等、様々な心得や理が伝えられていた。信州では系統によっては、古城や密、道具、鎖鎌、薙刀なども伝わっていたようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。